モーリシャスクイナは、ツルモククイナ科に属する鳥類の一種である。インド洋西部のモーリシャス島だけに生息していたが、すでに絶滅した。体色は茶色で、太っていて飛べない。体は、鶏より大きく体長を50センチメートル前後。標本は残っておらず、いくつか、骨と、スケッチ、記述を見ることができる。羽毛は、全体的にやや赤みを帯びた茶色をしており、羽は、 紙のようにふわふわとしていた。尾は、羽毛で隠れていて、生きている状態では観察されていない。長く、少し曲がったくちばしと、体に比較して、長い足を持つ。全体的にキーウィンに似た格好をしている。1602年頃のモーリシャス島に関する記述の、ほとんど全てに、モーリシャスクイナについての言及がある。しかし記述は、同じ内容の繰り返しばかりであり。 生態に関する記述はあまりない。狩りの教本によると、モーリシャスクイナを捕まえるのは非常にたやすく焼いて食用にすると豚肉の代わりにできると記述されている。この鳥に残されている絵の多くは、ルドルフ2世が1600年前後に言っていた動物賞で公開されていたものを、ヨリソヘイフナゲルがイラストにしたものである。また遺体が知れないが、 フランチェスコ・バッサーノの描いたアルカ・ディノイという絵に、モーリシャス・クイナらしきものが描かれている。バッサーノは1638年に、オランダがモーリシャスを海外領土とする以前の1592年に死去しており、この鳥の出所は不明である。ピーター・バン・デン・ブロエックによる、描写17世紀前半に、 オランダ人の本格的な植民が始まってからほぼ60年後の1700年前後に絶滅したとされる。肉が美味であり、食用として乱獲されたほか、同じモーリシャス島で絶滅した堂々のように外来の豚やネズミにより卵を食べられた可能性も考えられる。堂々と近藤もしくは取り違えた記述をもとに分類された結果、モーリシャスクイナを指す名前はいくつもある。 ありがとうございます。